スケジュールを確認するわね。あの時のお主が今や仲間を得て裏解決屋という道を見出し、自身の問題と向き合って己自身を大切にできるようになった。そして私がそばにいてやれなかった3ヶ月前の事件も見事に乗り越えた。お主の成長を心から嬉しく思うぞ。
こは今後の課題であろうが、一人で抱え込むことももうあるまい。私もいくらでも力を貸そう。お主の師として臨時助手の一人としてな。